気象庁は千葉県に記録的短時間大雨情報を出しました。富津市付近で6時28分までの1時間におよそ100ミリの大雨が降っていると見られます。災害の発生につながるような猛烈な雨です。土砂災害が発生しやすい地区にお住まいの方は早めの避難を心がけるとともに市町村から発表される避難勧告などの情報に注意してください。